県三木市の加谷院で山伏市により毎年10月第2月曜日に行われる斉藤大まとも大斎藤駒友と,とは野外で行う大規模なごま法用のことで斎藤大駒友と,と呼ぶ場合もある伝統的な斎藤駒は新温州を開いた空海の孫弟子にあたる消防理現大師が初めて行ったと言われており第五次をはじめとする新温州の登山派主言動の 法流を継承する寺院で行われることが多い。日本特有の仏教行事である。伝統信言集系登山派の寺院が行う斎藤誤魔は、本来山中修行にて、行者だけで修するものであるため規模や誤魔器の数の高を問うことはないが、新宗教の一つである阿言宗の大斎藤誤魔ともの、場合は誤魔器も数千万本と国内外でもほとんどるよ。 見ないほど大規模でイベント色も強い。また、阿ゴ州の大斎藤駒と、伝統的な新言集計登山派主言道の斎藤駒の違いについてはそれぞれ主催者側の主張が、異なる。伝統的な新言集計登山派の斎藤駒に、芝の字が当てられているのは、山中修行で正式な三つ具の称言も、ままならず、芝や焚き木で繭美を築いたことによる。なお、 天台集計元山派が行う野外の古幕用は、斎藤駒というが、新言集計登山派の斎藤駒から採取した日により行われたので、その字が当てられるようになった。また、新言集大誤派の政党放流を組む、新如苑では、一切を等しく救う、いより、正の字を当てて、政党駒と呼称している。桜井徳太郎編。 民間振興辞典東京堂出版1987年ありがとうございます。